ほう、ティアゴ・アルカンタラ、今季の出場5分間でリバプール対だね。ティアゴ・アルカンタラがやはり今シーズンでリバプールを去るようだ。怪我がちなティアゴは今季2月のアーセナル戦で5分間出場しただけで、契約は6月までとなっている。契約延長話は聞こえてこず、噂されるのは弟ラフィーニャもプレイする中東への移籍。スペインメディアによると、リバプールは治療のためにスペインへの帰国を許可しているといい、これはティアゴが新天地探しに困らないための配慮とも言えるという。ちょっとプレミアのフィジカルには耐えられないコンディションだよね。ティアゴに期待してたことをマクアリスターがやってくれてる。辛辣な言い方になるけど、ティアゴがマクアリくらいやってくれたら2-1-2-2のプレミアはリバプールが優勝してた。あの超低空からの浮き上がりミドルシュートがリバプール時代の最大ハイライトかな。いい選手だけど、これだけ怪我が多いと計算できないし退団は仕方ない。バイエルンの時から健康体と思ったことはなかったけど、リバプールでも変わらずというか、むしろバイエルン時代よりベッドやリハビリの場が多いような。ティアゴ好きだけど、試合中なのに急にピッチを去っていったことが一番印象に残ってしまっている。プレイは素晴らしいが、いかんせん稼働率が低すぎる。サラー、大工に次ぐ給料もらってるんだから全然割に合わんよ。あっちのジョークで、リバプールへの移籍話が出ると決まってティアゴもつけるよというネタがあるらしい。あまりにもガラスだけど好きな選手。ポルト戦の謎起動ミドルは忘れないよ。CL 決勝のアップで怪我した時、ああもうティアゴはダメやなって思った。年俸高いし、遠藤が出てきたので放出だろうな。今季入る前にサウジに売るのが正解だったな。ティアゴ、J に来ないか？ヴィッセル神戸に移籍してほしい。